稲尾岳は九州の大隅半島南部に横たわる肝付山地の南東部海岸沿いにそびえる山である。競技では稲尾神社のある標高930メートルの山を指し、講義では最高峰の枯れ木岳などを含む3階を指す。3階は鹿児島県肝付郡の肝付町、金江町、南大隅町にまたがる。北東から南西の方向に稜線が続いており、 両線上に枯れ木岳がある。古木岳から南東へ約1キロメートル離れた尾根筋に稲尾神社のある稲尾岳が突出する。古木岳には二等三角点が置かれている。西側三腹に商用樹の森稲岳ビジターセンターがある。登山道は西方の花瀬林道を経て稲尾岳ビジターセンターからのルートが一般的であり、北方のうちの牧林道からのルートもある。 頂上付近からの展望は良くないが、古木岳西方の自然石展望台から稲尾岳や種ヶ島を望むことができる。年平均気温摂氏16度、年間降水量2500ミ、mm、リメートルの温暖湿潤な気候に恵まれ、西南日本において、極層となる商用樹林の原生林が残されている貴重な場所である。標高300メートル以下に、タブノキやスダジーなど、 300から700メートルに、椅子の木や裏ロ菓子など、700メートル以上に、赤菓子など、山頂付近にもみ、犬ゲ、げ、汗びなど、海抜によって植生が異なる垂直分布の様相を提出する。このように限られた場所に、多種の団体林がまとまって見られる例は、世界的に珍しい。鳥類として青オら、大赤ゲラ山ガラ、 シジュウからなどが確認されており、昆虫類としては、霧島緑しじみどりシジミ、尻黒ノコムシの南原チビサナちびさなえ、縁取り厚箱ネの北限分布地域となっている。イノシシ、ニホンアナグマ、ニホンザルも生息する。古木岳と稲尾神社の間には、比較的平坦で湿潤な盆地があり、忍ぶ、岩屋なぎしだ、姫野木忍ブ、シシラン、 一ツ葉などのシダ類が繁茂し、渓流には、内山椒魚、赤原いリ、タゴガエルなどが生息する。稲尾学ビジターセンター、稲尾岳の三名は稲穂に由来する。稲尾神社の祭神は不祥であり、古くは稲尾本源と呼ばれていた。九州の東海岸沿いを南下して、大浦に達した、平家の落ちうどが稲尾岳を越えて、大原や変塚に移り住んだと伝えられている。 江戸時代には、稲尾根源に、阿弥陀如来像、薬師如来像、観音菩薩像が安置されており、山麓の辺塚にある、地甲図具白伏根源で祭祀が行われていた。かつては、大浦の八幡神社から稲尾だけに登る稲尾詣での、風習があった。二十世紀後半になると貴重な自然環境を保護する、気運が高まり、九百六十三年、林野町により学術参考保護林に、 1967年7月6日には、文部大臣により山頂部の377ヘクタールが国の天然記念物に指定された。さらに1975年5月17日、環境庁により同じく377ヘクタールが自然環境保全法に基づく自然環境保全地域に、1994年3月には林野町により1045ヘクタールが、 森林生態系保護地域に指定された。1993年9月3日、台風13号のため山間部において、風速70メートルと推定される強風が吹き荒れ、もみの木や紅葉樹林に立ち枯れや土砂崩落などの被害があった。2000年4月に、商用樹の森井直竹ビジターセンターが完成した。鹿児島山岳会鹿児島県の山、PP。 106から107、山戸警告社、2010年、ISBN 978から4から 6350239558ABCDE、内野浦町市、PP22 から 24AB、内野浦町市、PP1462 から1463、橋口県いにしえ、五代集、京、橋口県平。 三国名小杖牧の46,843年、自然環境保護地域各地域の特徴、自然環境保護地域、環境省、2015年7月25日閲覧、新編田城町郷都市 PP476 から478、ありがとうございます。